はい、どうもこんにちは。前回の復習をしましょう。まずは原則文はね、 S を文頭に置いて次に来る V、 この V の意味によって自然と文構造が決まってきます。例えば私は住んでいるとなれば、皆さんは何を思いますか？どこにってなるでしょ。俺昨日買ったんだってなったら何をってなりますね。このように英語でも日本語でも、ね、型が決まってる以上は次に何が来るかは想定がつくわけですが、これはね、動詞の意味を中心として皆さんは後ろにどんな構造が来るかを推定していますね。で、この読み方はほとんど使います。ですが時には困ったことがあって、これですね、実はその動詞、一つの意味だとは限りません。一つの動詞にはさまざまな意味を持つものっていうのが結構多くて、特にこれは中学校で覚えてきた単語にすごく多い現象です。ですから皆さんはこの動詞は今回この意味で使ってる、この場合はこの意味だって判断していかないといけないですよ。だから基本的には使い方を全部覚えてはいくんですけど、結局大事なことは覚えるか覚えないかではなくて、覚えたものをきちんと判断して使っていくことっていうことなんで、はい、今回はさまざまな意味の持つ動詞があってもしっかりと文構造さえ見ていけば大体どんな意味かが分かるんじゃないかという話ね。ですから今回のテーマ書きましょうか。さまざまな意味を持つ動詞が来た場合、文型で意味を特定する。まあ特定というと語弊があるんですけども、大抵の場合はね、前回は動詞の意味で文型が決まったんだから、じゃあその与えられた文型を見るとどんな動詞で使っていたかが分かるんじゃないかということなんね。じゃあ実際これを確認してみましょうか。英文いきます。彼はゲットした。このゲットはどういう意味でゲットなのか分かりません。まあいろんな訳があります。ですから後ろの文構造、この動詞の段階では分からないため、どんな文構造を導くか取り切ると、前置詞というものが来て直後にザーという冠詞が来、そして後ろにはやはり名詞が来ていますね。これで一つの修飾語というものを作ります。彼はその家に、はい、どうしましたか。はい、彼はその家に向かったとか着いたとか行ったみたいな、まあ、go とか come とかみたいな意味になるような形ですよね。ですから今回のこの get っていうのはどう使っているかというと、到着する、目的地ゲットしたぞという意味の get ね、はい、彼はその家にたどり着いた、到着したという意味で使ってます。で、ただこれだけではじゃあ get を理解したに過ぎないので、もう少しこのルールを大きく使えないかっていうのが大事で、今回は SVM という第一文型で使ってるから Go とか Come とか Get とか大体同じ訳ですよね。これが文の型に、まあ、決まっている型があるから大体どんな動作を行ったかっていうのが決まってるんですね。それをまとめると SVM、 このように第一文型で使う動詞は、ね、どんなものが多いのかというと、ここには例えば存在や移動など来ることが多いですね。私は例えば大阪にってなると住んでいるってなるでしょ。で、各国大統領は最近日本にやってきたっていうのがありますね。で、この型の通りだ、英語というか普通にこの型が決まってるから何をしたかが分かるって話ね。はい、っていうことです。で、このように SVM となった場合は、この、M が場所、 M の部分に場所が来た場合はその場所にいるとかその場所に行くといった、まあ、意味で使うことが多いですね。ただし注意してほしいのは、じゃあ絶対に第一文型はこの意味なのかみたいなことをするからこそできなくなるので、結局はその文章によって的確に判断はしましょう。ですがこの方の場合はこういった意味になることは一つルールとしては知っておくべきですね。はい、じゃあ次行きましょうか。彼はゲットした。じゃあ次はどんな意味のゲットか。この動詞の直後にはアングリーが来ているので、はい、じゃあどんな文構造でしょうか。ヒントは形容詞っていうね、品詞でしょ。怒ったってことは形容詞、
形容詞ってことはこの位置では C で使いますね。彼イコール怒った、彼は怒ったぞっていう S をイコールで説明するもの、これを C として使います。はい。で、後ろには前置詞プラス my という単語は私のっていう意味の形容詞ですから、直後に名詞が来て一つの修飾をですね、彼は私の発言に怒ったですね、つまり怒るという状態を得たって意味です。そういう使い方ですから、今回のこの get は何々になるという、まあ、become とかそういう系の使い方をしてるわけね。まあ、このようにじゃあ第二文型になった場合はどういった動詞が来やすいかというと、まとめましょう。 SVC 第二文型の場合はこの C が使われているのがポイントで、 S はどんなものかってイコールで説明しているから、この動詞というのは S と C をイコールでつなぐものが多いですね。ですからこれ、彼は私の発言に怒った、彼イコール怒ったっていうふうになっているということですね。これ第二文型でした。では次第3文型いきましょう。これは彼はゲットした。じゃあ後ろの文構造を見ないと分かりませんね。あという漢詞がプレゼントっていう名詞を導いてますね。名詞、じゃあこの位置で名詞というのは、じゃあこれは C で働きますか。もしここが C ならば彼イコールプレゼントってなるので意味が通りません。これは O ですね。 S と O というのは別物です。はい。彼はプレゼントをゲットした、ここでは得たって意味ですね。ですから、後ろね、これ from Mary、 ちょっと省略しますが Mary から得た、はい、彼は Mary からプレゼントを得たというふうになります。で、ここでのじゃあ動詞の意味はどういう使い方かというと、何々を得る、これは皆さんが一番初めに覚えた意味ですね。で、このように単語帳でこれから覚えていくものは、実はこのね、第三文型っていう使い方すごく多いんですよ。はい、というか一番多いんですよ。これから英単語で覚えたものはこのね、第三文型っていうね、 SV を作るものは非常に多いですね。まあ、一応だからルール的にまとめると、 SVO というふうになった場合、ここの動詞には単語の単語そのままと、まあ、書いておきましょうか。覚えていくものがそのまま使えるということなんで、これ問題ありませんね。はい。ですからこの第三文型だけなんかよくね、単語のまんまだから文法使えてないんだよみたいな思われるかもしれませんが、そんなことはどうでもいいんですよ。結局は覚えたその知識がしっかりとどういうふうな使い方で、使っているのか、これ判断できることが一番大事なんで、まずここまで第一文型から第三文型、さまざまなね、同じ単語でもいろんな意味で、さまざまな意味で使われましたが、これしっかりと最後まで文構造を取り切ると判断できるものだとしっかり覚えておいてください。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。